こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。先日 iPhone 11が発売されましたが、ディスプレイは LG ディスプレイ製で不具合が大量発生しているようです。原因はどうやらあれのせいみたいです。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。日韓両政府は輸出管理をめぐる問題を議論する局長級の政策対話を16日に開き、24日を軸に日韓首脳会談の開催を調整している。だが元徴用工問題などで両政府の認識には大きな隔たりがあり、どこまで歩み寄れるかは予断を許さない。すでに韓国は日本からの輸入に依存している復活水素の国産化を模索しているが、課題は少なくないようだ。韓国メディアによると、 LG ディスプレイは米アップルのスマートフォン iPhone 11 Pro シリーズ向け有機 EL パネルで、日本製から切り替えて国産化した復活水素に起因するとみられる大量の不良が発生した。今年8、9月に品質不良が発覚し、11月頃まで一部生産への影響が残っていた模様。 LG ディスプレイは韓国での国産化に成功したという復活水素を使い、画面に縦じまが入る製品不良を発生させたという。川下の組み立て段階で判明し、数十万枚のパネルが廃棄されたという。一方で、品質トラブルの原因は国産復活水素ではなく、ハン・ムン・ジェイン政権の保守系勢力による扇動を指摘する声もある。LG は、今回の件を公表していない。iPhone の有機 EL パネルは、これまでサムスン電子が独占供給してきたが、19年9月発売の新モデルから LG もサプライヤーに加わっていた。アップルは今回サムスンからの調達量を増やして、影響を最小限に抑えたとみられる。半導体産業へのマイナス影響も出てきた。 SK ハイニックスは19年内にも難度型フラッシュメモリーなどの製造に使う復活水素の代替調達を始める。韓国、米国、中国メーカーが候補に上がる。これまでは市況低迷で過剰気味だった製品在庫から供給するなどして急場をしのいだが、11月末に日本による輸出管理厳格化措置が撤回されなかったため、代替調達に乗り出す。それでは韓国国民の反応です。また日本が騒いでいるのか。 iPhone は中国で主に生産されるのに何の話。 LG パネルに不良があったが、その原因が輸出規制のおかげだそうだ、という精神勝利の記事である。わかりましたか。 iPhone は使わないでください。どうでしたか。あちらで復活水素の国産化が成功したと騒いでていましたが、やはり暴言でしたね。あちらの粗悪品で作って大量の不良品を出してしまいましたね。やはりあちらの製品は買わないようにしましょう。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。